1719年間交番の表紙、人間嫌い、あるいは怒りっぽい恋人は、モリエールの儀曲、1666年発表、パレロワイアルにて、同年6月4日初演。モリエールは、高貴な宮廷人や、知識人でも、平民でも楽しめるような作品を書くことを念願としており、本作でそれを試した。その結果、前者には、好評を博したが、後者には、 不評を買い、モリエールの期待は裏切られた。そのため、本作を起点に作風を転換することとなる。舞台はパリ、セリメーヌの家。フィラントとアルセストの会話から始まる。フィラントはお世辞を巧みに使い、うまく人と付き合うことのできる青年だが、アルセストは、その逆で、いかなる場合でも、本心から出る言葉を吐くべきだと考えている。そのような考えを抱いているから、 アルセストには、フィラントの態度が、現代の悪風そのものに移るので、議論となってしまう。だがアルセストは、その悪風が、根の深いところまで染み込んでいるセリメーヌをすいているので、あった。そこへオロントが現れる。彼は自作のソネットを披露するが、お世辞の言えないアルセストは面と向かって、それをけなしてしまい、険悪な雰囲気となってしまった。それ見たことかとフィラントは言うが、 アルセストは耳を貸そうとしない。アルセストはセリメーヌがいろんな男をたぶらかそうとしている。その奔放さが我慢できないので注意をしに来た。そのような態度を改めるようセリメーヌに迫るが、のらりくらりと交わされてしまう。そこへエリアントがアカストとクリタンドルを伴ってやって来た。他人の悪口や噂話に花を咲かせる彼らの話を黙って聞いていたが、 このような人物たちと付き合っているから、セリーメーヌがあのようになってしまうのではないかと考え、食ってかかるアルセスト。そこへ経理が登場。オロントのソネットをけなした件で、調停をするから出頭せよという。意見は曲げないと誓いながらも、しぶしぶアルセストは、出頭に応じる。アルシノエが登場。散々彼女の陰口を叩いていたセリメーヌだったが、アルシノエが現れると、途端に表現し、 歓迎する。アルシノエはセリメーヌの日頃の行為から来る評判が思いのほか悪いことを忠告しに来たのであったが、セリメーヌは耳を貸すどころか逆にやり返してしまった。その帰り際、アルシノエはアルセストに出会った。彼女はセリメーヌに恋をするなんて早く目を覚ました方が良いと彼にも忠告するが、アルセストも耳を貸さない。それなら、 セリメーヌの不義を証拠をつけて示して見せようと自宅にアルセストを招くアルシノエ。エリアントはアルセストの正直すぎるところを高く評価し恋心を抱いていた。だがフィラントはエリアントを思っている。もしアルセストの気持ちがセリメーヌに届き恋が叶わなかった場合には自分を選んでほしいとフィラントは告げる。そこへアルセストが興奮しながらやってきた。 アルシノエからセリメーヌの不義の証拠を手に入れたので、セリメーヌの自分に対する侮辱に憤慨しているのである。そこへセリメーヌがやってきた。アルセストはここぞとばかりに親しげな情愛が認められた手紙を彼女に突きつけるが、セリメーヌはその手紙は女性に宛てたものと弁解する。そこへデュボアがやってきた。以前より継続していた裁判に関連して、 速やかにこの土地から立ち去るように死者が述べたという。状況が把握できないので、ひとまずセリメイヌの前から退散するアルセスト。アルセストは裁判に敗訴し、ますます人間社会への不信を募らせた。正義はこちらにありながらも、相手の観察によって、その正義が蹂躙されたと考えているのだ。陰遁生活を送る決心をしながらも、セリメイヌへの恋心を忘れられず、ついに、 オロントとともに、どちらを選ぶのか決心するように、セリメーヌに迫る。そこへ、アルシノエが、アカストとクリタンドルを伴ってやってきた。セリメーヌが、この二人の男性に宛てた手紙には、様々な人物への辛辣な表が並べ立てられていたのであった。それを知って一気に、熱情から冷め、手を引くオランと。恋がたきのいなくなったアルセストはなおもセリメーヌを愛していたため、 共にイント遁ン生活についてくるよう彼女には告げるが退屈で耐えられないと断られてしまう。ますます絶望してイント遁ンの地を探しに出かけるアルセスト。それを心配し止めに行くエリアントとフィラントであった。1664年に公開されたタルチュフは当時のキリスト教信者たちを苦労する内容であったが、それをめぐってモリエールは激しい攻撃にさらされていた。 彼らが強い政治的な力を持っていたために、タルチュフとその作者モリエールに、好意的であった国王ルイ14世も彼らの猛抗議を無視できず、やむなく、タルチュフは上演禁止となった。それ以後も攻撃はやまず、翌年初演のドンジュアンは、その大反響にもかかわらず上演を早々に打ち切らねばならなかった。このか家庭生活の符は、友人関係のあった、 ラシーヌの裏切りなどもあって、持病の胸部疾患が極度に更新し、休養を取らねばならなくなった。一時は死亡したという噂さえ広まったが、復活し、その直後に上演されたのが、人間嫌いである。モリエールが、珍しく、たっぷりと時間をかけて書き上げた作品で、上演開始前に、オルレアン公爵夫人のサロンで朗読され、高尚な趣味と教養を持つ、 宮廷人や指揮者たちの大変な好評を獲得した。6月4日、パレロワイヤルで上演が開始された。第2回公演までは、まずまずの成績を上げたが、それ以後は客足が鈍っていった。というのも、17世紀中盤までのフランスの一般市民の趣味は、ズボンの中に垂れ流したと聞いて大笑いするような、現代からすれば、全く下品なものであったため、本作にて描かれているような、 繊細な人物の心理表現がわからなかったのである。鈍った客足をどうにかするための手こ入れ作として、いやいやながら、医者にされが書き上げられ、客足は回復した。人間嫌いの初演は、惨憺たる結果であったが、その翌日一人の男が私の父を喜ばせようとして、大急ぎでこのような知らせを持ってやってきた。あの作品は失敗です。あれほど冷たいものはありません。 私はこの目で見てきたのですから、信用してくださって結構です。すると、私の父は、あなたはご覧になったのかもしれないが、私は見に行っていません。ですが、その言葉をそっくり信用する気にはなれないのです。モリエールがその程度の出来の作品を書くはずがないからです。もう一度勘に行って、確かめてご覧なさい。ルイラシーヌ、ジャンラシーヌの息子モリエールは、彼の傑作。 人間嫌いの上演を中断し、いやいやながら医者にされ襲添え物として公演を再開した。これは極めて陽気で滑稽なファルスであり、素朴な民衆はこのような作品を必要としていたのである。医者は人間嫌いを支えた。それは人類にとって恥ずかしいことであるかもしれないが、しかし人類とはもともとそのようにできている。人々は教えられるためにではなく、笑うために、 劇場へ出かけてゆく。人間嫌いは、聡明な人々のために書かれた賢者の作品であったが、その賢者は大衆を喜ばせるために、どう決しに変装せざるを得なかったのである。ボルテールスカパンの潜り込むあの笑うべき袋の中には、もはや、人間嫌いの著者の姿を見ることはできない。ニコラボアローデプレアルセストの体現するものこそ美徳で、あり。 作者はアルセストを嘲笑することによって美徳そのものを嘲笑したジャンジャックルソー。ありがとうございます。